ケモンソルジャーの A0 です。エツナイです。ヘリピンです。本日撮影しているのが8月1日の夜ということで、レギュレーション D が始まって最初のシーズンが終了しました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。だいたい1ヶ月前に上げたレギュレーション D の使用率トップ10を予想する動画の結果発表をしていきたいと思います。当たってればいいですね。まあ、間違うよりは合ってる方がいいですね。それはそう。ルールをおさらいすると、シーズン8終了時の使用率トップ10に入るポケモンを予想。予想したポケモンがトップ10に入ってたらプラス1点。順位回ってたらさらにプラス1点。20位未満のポケモンが予想の中に入っていたらマイナス1ポイント。ということで、早速3人が使用率、まあ、どういう風に予想してたかっていうのを振り返っていきたいと思うんですが、まあ普通に強いポケモンを順当に予想してる感じだね。とは言ってもちょっと一石を投じてるつもりではいるんやけどね。ヘイビーさんはなんか一石投じようとする意思をなんかすごい感じたよ。新ポケモン下げ気味でガチグマとかに飛びつきたくなるところをあえて外すという。ってことで実際の8月1日終了時点の確定したトップ10の順位がこちら。ヘルビンさんが1位に当ててるね。これやるな。ウーラオス1位はないでしょう。でも最初ウーラオス1位やったよね。そうだね。だけど結構早い段階で神抜いて、そっからもう神無双。カイリュウも最初6位ぐらいだったけど、逆に躍進してきたという。結局このゲームカイリュウという説大いにあるな。もう地面本当になんか拮抗してた気がするんだけど、当たった数は。正直ガチグマって正直最初の印象ではなんかディンルーとかランドロスに比べたらかなり入れづらい、どちらかというとなんかパーティーを選ぶ部類のポケモンかなって思ったけど、結構ねなんか火炎玉から元気って分かりやすい方だけじゃなくて、チョッキとか残飯がくびとか割といろんな方がなんか増えたような感じがあったな。そう、最後の方をね順位どんどんガチグマ上げてって終盤に、結構翡翠のメルゴン10位保ってたんだけど陥落した。妥当な気がする。最初のシーズンにしては予想はある程度うまくいった感じか。みんな外してるサンダーとヒスイヌメルゴンっていうのも11位12位だから、かなり我々の予想は本当順番の差はあれどかなり精度の高い予想にはなったんじゃなかろうか。それぞれ見ていってポイントを計算していきましょう。A0 は3位パオジアンと6位ヒードラン当ててるから、ここで追加だね。代わりにヒスイヌメルゴンとサンダー外してるから、そこがトントンで合計10ポイント。しゃあなし、お前らサンダー好きやろって言えたけど、ちょっと悔しいな。ディンルーにしとけばよかったな。いや、ディンルー抜きはちょっとセンスを感じないですね。でも地面3体入ると思わんやん。これみんな入れてたでしょ、まあまあ、地面3体。もうヌメルゴン脳内めっちゃ強いから包み外したけど、もう普通に包みの方が格上だったの。じゃあ次、私の使用率予想見ると、パオジアンとサウゴーが順位合ってて、外したのはヒスイヌメルゴンだけ。なので、ポイントとしては11点。順番としては、ランドロスは結構外してるよね。こいつ、思ったよりだったね。俺はもう10位からも外してるぐらいだったから。そんな2位って。いやー、ランドロス、こんな使う気起きないルールあるんだって思って、一生ディンルーとかカバルドン使ってた。スペックはさ、すごいけどランドロス、結局威嚇を入れたいポケモンたちがワンパンしてくるからに、威嚇をものともせずに。海流パオジアンウーラオスあんま刺さってないから微妙でしたね。すげえ安定ポケモンではないなっていう感じ。2位の器じゃなかったね。それこそ本当に思考停止で入れるんだったらディンルーの方が分かりやすかった感はある。そう、ディンルー入れなかったよな。そう、ディンルーマジで入れとけばよかったわ。じゃあ最後ヘルピンさんの、先ほど言った通り1位2位やってて、さらに包みとディンリュウも順位やってるから、すごい4当て。最後の方にねヌメルゴンとサンダーが外れちゃったから、途中までレイジューランドロス以外マジ完璧やったぞ。そのサンダーとヌメルゴンが外れちゃって、ポイントとしては12ポイント。鉄の包みはこんぐらいの評価だろうっていうのをマジドンピシャ。7位ぐらいやろう。そう、一番外したなって思ってるのがパオジアンの評価やね。あ、本当パオジアン9位なの。パオジアンまあなんだかんだ強いでしょうぐらいだったけど、普通にパオジアンゲーだったわ。今僕たちの予想はそんな感じで、1位ヘルピン、2位切ない、3位A0 でした。おめでとう。完璧でした。あ、特に神回りはお見事だよ。やっぱ1位2位当てるのはかっこいいな。スカバイはこいつらのゲームでしょっていう。それは変わらんでしょ。こんだけポケモン増えて こいつらの1位2位変わんないんだったら、もう何増えても変わんないのか。マジ DLC の新ポケモン強くない限りマジで変わんない気がしてきた。うん、神回流パオジアンアット3の世界か。そう、3強だろマジで。
前回の動画の最後に視聴者参加型の企画もやりますということをお知らせして、まあ、実際に皆さんたくさんの予想を送っていただきました。ありがとうございます。応募総数680件、すごい、めっちゃいっぱい来た。その中から特に優秀な成績を収められた方を発表していきたいと思います。はい、まず最多ポイント獲得賞、タキトゥスさん、スロースさん、キューさん、ノルルさん、パルシェン愛好家さん、この5名の方が、15ポイント獲得。おめでとうございます。素晴らしい。タキトゥスさんとパルシェン愛好家さんがトップ10のポケモンを全て予想に入れていて完全一致。すげえ。なかなか難しいけどな、ディンルー、ガチグマ、ランドロスが全部10位以内に入るっていうのは。その予想するのなかなか厳しい。トップ10未満のポケモンを入れてしまった人にもサンダーとか俺らと同じような間違いをしてる。サンダーはみんな使うやろってやっぱ思っちゃうね。思ったより頼りなかったね。てか思ったよりパンチグローブいたのが悪いんじゃない。あ、そうだね。予想をはるかに超えてきた。あのそこも含めてちゃんとサンダーも入らないと予想した2名の方はもう完全試合でした、ね、はい、お見事です。あと、ま、ポイントはこの方々には並ばなかったんだけど、予想としてトップ10全てのポケモンを、自分の予想の中に入れていらっしゃった33名の方。680分の33が全て、ま、多いのか少ないのかもちょっとよくわかんないけど、ま、とりあえず素晴らしい、うん、俺もここにいたかった。予想された数が多いポケモンも集計しておりまして、このポケソル視聴者の中で投票された数が多いポケモントップ10がこちらなんですが、やっぱみんなサンダーに騙されたんだ。やはり嘘ポケやった。騙されてるねみんな。あれか、12位までのポケモンが自分たちの予想、この視聴者の方は我々が予想してから予想してるから、まあ、引っ張られた人もいて、その結果サンダーが引っ張られた。我々の罪かな。サンダーに引っ張られるなら翡翠のメロゴンも引っ張られてよ。確かに3人入れたのに意外と多くないな。新ポケアンチのヘルピンさんも入れてるからね。確かにガチグマ入れずに翡翠のメロゴン。いや、ドラゴン鋼600は入れるでしょう。いや、わかる、もうその気持ちでウキウキだったから。ということで、レギュレーション D の使用率の予想をね、視聴者参加型とか混ぜてやってみたんですけど、楽しみながら環境考察ができるという、なんか勉強と一緒だね。楽しみながらやることで覚えられるという。ガチグマ上がれーって言ってそう、マジで上がってきて、わー、人類来ちゃったよって思ってた。あ、そうだ、そう、それで言うとなんかレイジーボルト来るなって思ってて。あ、そう、その話しませんでした。そう、レイジーボルトさ、あのさ、エイピンさんと2人でめっちゃディスってたじゃん。そう、こいつさ、それで10位に入ってたらマジで恥ずかしいから。10位ぐらいまで来てたね、1回。だから14位まで最終的には落ちた。まあそんなもんや。なんなら8月1日シーズン9現在の10位、20位ですか、レイジーボルト。落ちたな、気分がいい。もうね、正直ね、トップ10予想よりレイジーボルトが下に行くことの方が待ってたまで。クレセリアとレイジーボルトがトップ10争いみたいなのしてた時期があって、クレセリア頑張れって思ってたんだね。別にクレセリア予想してないのに。そう、当ててもいいから。ボルト落ちろ、ボルトロス、ボルトロスアンチいます。実際アンチだから使わないからほとんど。シーズン8ではトップ10入ってなかったけど、まあ、今月から8月以降このルールで増えそうなやつとかいる？多かったなーって感じたの、ミミッキュ、ロトムハッサム、ロトムハッサムもなんか結構いたね。めっちゃうざかった。あと大ニューラはまあ中盤は定期的に当たったね。中盤流行って爆増して、なんか最終日付近なんかちょっと減ったかなって思ったけど、でもなんだかんだ。あとセンス画面だと分かんないけど、アクーラスも結構いるよね。ハチマキばっかだと思ってたけど、初手ディンルー出したらめっちゃ剣舞されて負けたーっつってた。電撃が圧倒的使用率1位とかじゃないんだったらね、どんどん地域も増えていいのかなと思うけど、まあでもトップ10は厳しいか、さすがにかな。まあ、新しいルール始まって最初の1ヶ月だからね。あと8月と9月もシーズンあるから、うん、どんどん使用率の変化はあるでしょうから。でも結局神海流パオジアン、これは変わりそうにはない。パオジアンは壊れてます。マジで。では次回レギュレーション E の予想でお会いしましょう。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。